皆さんおはようございます。時刻は6時を回っています。引き続きウェザーニュースライブモーニングをお送りします。担当は小林里恵奈です。よろしくお願いいたします。生放送で最新の気象情報を中心にここからもお伝えしていきます。今日3連休2日目も晴れるところが多くなります。朝からしっかりと日差しが届くところが多い見込みで、今からちょうどね、日差しが、太陽が昇ってくるところもあるようなんですけれども、すでに全国から素敵なリポート届いております。日中帯もね、青空が広がるところが多くなりそうですので、たくさんリポートをお待ちしております。3連休はどこかに行かれてる方も多いでしょうか。私は昨日も今日も明日もお仕事なんですけれども、街中では結構イベントごとが多いみたいで、今年食べ物系のフェスに行ってみたいなと思っていて、今なんかラーメンかな、つけ麺、なんか麺系の イベントやっているのかやっていたのかで遅れてるんですけど、行ってみたいんですよね。でもああいうフェス系ってみんなで行ってこそ楽しいみたいなとこあるじゃないですか。昨日一回一人で行こうかなって思ってたんですけど、ちょっとさすがに、ひよってしまいました。あ、そう、つけ麺博。そう、行ってみたいんですよ。全国の有名店が集まっているみたいで。一人でどこまで行けるかな？ディズニーランド？ USJ。テーマパークだったらいけるかもしれません。もう、どうだろう。どこだったらできないかな。つけ麺博はちょっと、いけるか。いける？ いけるかな。ラーメン屋さんはいけます。当たり前に。あとは何でしょう。一通りはできるはずなんですけど、つけ麺というのが良くないんでしょうか。地元でもあるんですか？石川？昨日、今日、明日と。いいな。昨日も朝帯だったので、皆さんからのこうお出かけリポートって、基本的に朝ってもうお出かけ前なので、あまりそう、見ることができなかったんですけど、お、なんだって？イベントがあるんですか？幕張でも？あるんだ。なんかさっきコメントが来てた。あ、埼玉？餃子？いいですね。餃子か、つけ麺と往復とかしたいですよね。あっち行ってこっち行って。うわ、いいな、楽しそう。今日も流れるかな？昨日は北のテロップビール指数？流れていたので、ね、昼間は美味しいビールを いただけるところも多いんじゃないでしょうか。皆さんのリポート、ウェザーニュースのアプリからも見ることができますので、それを見てお出かけ先をちょっとこう決める参考にしてみちゃってもいいかもしれないですね。いいなぁ。餃子食べたくなってきました。朝一ですけど。何でも入りますね、今なら。いや、お腹が空いてきた。お芋さん？やってるんですか？おお、行かなきゃ。大阪、万博記念公園とかですかね。どこだろう。いいな、行きたい。美味しい、なんかそう、最高級の、あ、焼き芋フェス。あ、関東でもやってたのが行ってるのかな？大阪とかに。あ、でも焼き芋限定なんだ。その、ふかし芋とかは無理なんだ。あ、カンテレさんの？ええー。お芋万博？すごい。2025年に先駆けて お芋で万博しちゃってるんですか？ええー、いいなぁ。大阪めっちゃある。あ、お芋エキスポもある エキスポもある。焼き芋フェス大阪もある。ちょっとどうなってるんですか、今大阪。万博記念。
城公園でもある。11月に。今日やってるのはお芋万博。カンテレさんの。おー、芋尽くしですね。忙しも立て込んじゃってる。ちょっと芋イベが立て込んじゃってますね。追い切れないかもしれませんが。そうそう、今日はさつまいもの日なので、関西圏の皆さんはぜひね、足運んでみてもいいかもしれません。お芋をね、見て、気持ちを落ち着かせていただいて。ねえ、あ、寝てますね、綺麗に。ねえ、本当美しいですよ。たくさんのさつまいもをこうめでていただいたところで、こちらのリポートポイントもぜひぜひチェックして、今日もリポートたくさん送ってください。おはようございます。10月13日日曜日、時刻は8時を回りました。ウェザーニュースライブサンシャイン、このお時間からは小川千鷹担当していきます。よろしくお願いいたします。今日は3連休中日、日曜日ということで、お出かけされる方、またお仕事に出勤される方など様々いらっしゃるかと思います。しっかりと皆さんから届いたリポートとともに、実況でお天気をお伝えしていきます。そしてこのサンシャイン中にもいくつか番組からのお知らせがありますが、連日こうお知らせしているようにライブビューイングがちょうどあと1週間に迫りました。昨日ちょうどこう社員さんたちが各会場に配置されるっていうお知らせもしていた中で、昨日村田さんがこう X の方でそれぞれの社員さんのこう一言説明みたいなのをツイートされていて、それをこう見ながら、こうなんかそれぞれの社員さん見てたんですけど、ソライブ時代の切り抜きをそれをきっかけに昨日は見ていました。そうしたら、美輪さんっていう方の切り抜きが非常に多くて、あ、なんか皆さんから愛されてる方なんだなって思ったんですけど、私美輪さんという方、100カメでは見たことがあって、はい、なんかすごいちょっとなんかお堅い方なのかなって勝手に思ってたんですけど、ソライブをなんか切り抜き拝見したら、なんかすごい面白い方で、なんか、あ、こういう方なんだっていう新たな発見がありました。ね、なんかあと一番なんか新しいフレーズを学んだのが、全部こう太陽フレアのせいにするっていうのがあって、あ、それ最近太陽フレアもなんか爆発があったし使えるなって思って、なんか疲れてますかって言われたら、あ、太陽フレア関係してますかねみたいな切り返しがすごい今後も役立ちそうだなって思いました。そもそも皆さん、こうソライブ時代から見ている方って何をきっかけにソライブを知ったのかなってすごい不思議に思ったんですけど、 YouTube というものを知ったのが、私いつだろう、中学生とかの時で、皆さん何をきっかけに、友人の紹介とかでソライブ知ったんですかね。なんかそのソライブ時代から見ている方って何をきっかけにこうお天気の番組を知ったのかっていうのがすごい、あ、ウェザーロイドきっかけ、あ、そうなんだ、へえ、ウェザーロイドさんきっかけに、あ、私もあやちさんなんですよ。このガチャピンさんのが当時のツイッターに流れてきて、この番組を知ったっていうのがあるんですけど、皆さん何をきっかけに知ったのかなってすごい不思議になっていたら、空窓アプリ、あ、そういうのがあったんですか。空窓アプリ、空博からです。あ、なんか空ひろしさんの切り抜きも見て大変面白かったです。へえ、皆さんいっぱいいろんなことを知っていると思うので、あ、たまたま見つけた。へえ、いいですね。皆さんそれぞれきっかけがあるかと思うんですけれども、ぜひ皆さんも引き続きリポートを送っていただきたいですし、最近こうウェザーリポートも何周年迎えたっていうことで、こう歴史をたどっていったところもありましたが、もう私が小学生の時からずっと続いているウェザーリポートを引き続き皆さんと一緒にお届けしていきたいと思います。なんかアイリンさんに伝えたいですね。こう皆さんに今日問いかけたら、ポンコさんきっかけにソライブ見るようになった方が多いみたいです。ちょっと伝えたくなりました。引き続き今日の番組でもお天気しっかりとお伝えしていきたいと思います。皆さんこんにちは。
10月13日日曜日、時刻は11時を回りました。ここからはウェザーニュースライブコーヒータイムをお送りしていきます。担当は大島理乃です。よろしくお願いします。さあ、今日は3連休中日ということで、もうすでにですね、出社するタイミングでたくさんの方が行楽地へと向かっている姿が確認できました。楽しそう、いろんな場所が、ね、あります。自然を楽しむところへ行く方もいらっしゃれば、こうちょっと非日常を味わいにテーマパークへ行く方もちらほらといらっしゃったりと、ねえ、もう大変大変、羨ましいなと思って、結構そういうのに左右されずに、あの連休とかねないのでいいんですけれども、今日はお天気がまあ見事にいいお天気ですので、ちょっと羨ましくなっちゃった。久しぶりに、え、私も行きたいみたい、休みたいというよりかは仕事したくないとかじゃなくて、休みたいとかでもなくて、私も公園行きたいなとか、私もテーマパーク行きたいなみたいなで、仕事で行けたらいいですけれどもね。そうですね、お出かけ日和でもありますけど、お洗濯日和でもありますし、体をねゆっくり休めるっていうのも一つのこの大切な任務であると思いますので、皆さんそれぞれね、いいお天気ですけれども、ゆっくりお休みいただければなと思います。さっきね、イオン、何でしたっけ、大きなイオンモールに、ゴーカートができるところができたよ、できるんですねっていう話をせんちゃんがしてくださって、さあ、まだできてないのかな、これからオープンになると思うんですけれども、行ってみたいですよね、ゴーカート。でもそう、運転もちろんしますけれどもそう、でもゴーカートやりに行きたいなって思うよりかは、この車を運転したいなに免許を取得したので切り替わっちゃったなっていうふうに思います。免許なくても楽しめるゴーカートの良さありましたけれども、今はね免許を持ってて車を運転できるので、それだったら車を運転しに行こうかなってなったりするけど、ここまで車で運転してきてゴーカート乗ればいいんですよねずっと車乗って、ゴーカートにはゴーカートにしかない楽しさもやっぱりあるじゃないですか。ゴーカートとそんなに乗る機会もねないですし、乗られる場所もねないので、ちょっと乗ろうかな、セナとゴーカート対決っていうテレビ番組みたいな、ゴーカートじゃないか、あれなんか本当になんかゴーカートでもなんでもない対決みたいなね企画コーナーとかもあったりしたんですけど、今はねあれです、そんな誰かと対決じゃなくてやってみたいけど、キャスターと対決とかだったらねゴーカートで、あるのかな、ね、ゲームセンターとかね楽しいですよね、本当にね。なんかお出かけスポット、まだまだ知らない、自分の知らないゴーカートスポットじゃなくて、お出かけスポットがねこの世にはたくさんあるんじゃないかなというふうに思いました。まだまだいろんなところに行ってみたいんですけれども、なかなかお天気とさ自分のお休みがぴったり重なるっていうのね少ない気がするので、ぜひ皆さん今日ねお休みだよっていう方は後悔のないようにいい連休をお過ごしください。ぜひどこかに行かれた際はお仕事頑張ってる私にお裾分けをねしていただいて、私は今度次のお休みの時に、あ、こんなところもいいな、あんなところもいいなっていう案になりますので、ぜひ教えていただけると嬉しいです、はい、さあそんなところで、あ、そうそうそう、で花火大会が昨日あったんですよね、昨夜あったということで3連休ですけれども、こちら昨日も花火大会があったということで、昨日はですね鹿嶋市の花火大会でした、はい、茨城県鹿嶋市の花火大会があったんですけれども、お月様とのコラボレーションなんですね。これは鹿島の有名なスポットなんですかね、鳥居との、え、すごいすごい、え、すごいすごいですね、このコメントね、水面もそうですし、あれ花火花火見
見せて。飲食したいもの、はいはい、たこ焼きね、たこ焼き、あ、きゅうりとかじゃない ?OK! すごい。なんかあのお月様とのコラボレーションも良かったですね。お月様、あとはあの鳥居と、ね、すごい。すごいすごい。これどっちのコメントが出てるんだろう。花火の時の、あー、たくさんか。すごい。フィナーレは本当にすごいですね。綺麗。本当ね、一回は見たいですね。花火大会、とっても素敵。すごい。鳥居とお月様との花火のコラボレーションは大変大変すごいですね。とっても綺麗でした。湖面に映る花火の両方が楽しめるということでした。すごかった。なんか想像以上にすごかったので、まだね見たいよという方は YouTube の方にアーカイブがありますので、そちらからぜひご覧くださいね。見栄えがとってもすごかったですね。こんにちは。10月13日日曜日、時刻は14時を回りました。ウェザーニュースライブアフタヌーン、この時間は時田瑞希がお送りしていきます。よろしくお願いします。3連休中日の今日、いかがお過ごしでしょうか。日曜日はいつも番組を担当するとき、皆さんが明日が憂鬱だなっていうこう言ってる方が多いイメージがありまして、明日から頑張ってほしいなって思いながらね、番組を担当することが多いんですけど、今日は余裕ですね。明日も休みの方が多いと思うので、まあ、ゆっくりのんびり過ごしている方多いんではないでしょうか。日曜日のお昼なので、どこかにお出かけに行っている方も多いかもしれませんね。今日はさつまいもの日だそうで、先ほどクロストークでもお話ししていましたが、私は毎日焼き芋を食べているんですよ最近。というのも、あの今まではさつまいもを自分で買ってきて、それを時間をかけて魚焼きグリルで焼き芋にしていたんですけど、そうするとゆっくりじっくり熱を通していくので1時間くらいかかったりするんですよね。でもある日冷凍の焼き芋を買って、それを食べたらめちゃくちゃ手軽で美味しくって、冷凍の焼き芋を丸々を洗って、魚焼きグリルに入れて両面 2,3 分くらい弱火で焼いたら、とろっとろのホックホクの焼き芋ができたんですよ。あの私が好きなのはスーパーにたまに売っている紅天使っていう品種の焼き芋なんですけど、どこが出してるやつだったかな、カルビー貝塚スイートポテト株式会社さんから出ているものが大好きですね。もう美味しくて手軽で1日2本食べる時もあるくらい。お芋ってさつまいもって食物繊維も豊富ですし、油とかもそんなに含まれてないですし、腹持ちもよくって、でちょっとほんのり甘いのでデザートにもなりますし、晩ご飯の後にデザートとして食べたり、あとは朝ご飯として食べたりしていますね。で、最初に買った時に妹と一緒に食べたんですよ。で、美味しすぎないって妹と感動してて、でもこれめちゃくちゃ甘いけど、砂糖入ってるのかなって私が言ったら、砂糖入ってたらめちゃくちゃショックって。その自然由来の甘さだと思ってたものが砂糖だったらめちゃくちゃショックじゃないって話をして、じゃあ商品の詳細が裏に書いてあるじゃないですか、原材料名が、でそこを一緒に見ようってなったんですけど、砂糖が入ってたらショックなので恐る恐るって見て入ってないって言って二人で大喜びしました。そう、原材料名さつまいもだけでした。紅天使
だけでしたね。うん、それが本当にあんなに甘いって驚きで、皆さんもねぜひ食べていただきたいなと思います。さつまいもってさっきもねのんちゃん言ってましたけど、結構調理に時間がかかったりとか、こう手間がかかったりするイメージもありますけど、手軽に楽しめるものからね、ぜひ皆さんも摂取してみてはいかがでしょうか。栄養もたっぷりですしね。そんなさつまいもの日、ここからはアフタヌーン3時間お送りしていきたいと思います。こんにちは。10月13日日曜日、時刻は17時を回りました。ここからはウェザーニュースライブイブニングのお時間です。山岸愛理が担当します。よろしくお願いします。帰り道のお天気、そして明日の天気を中心に3時間生放送でお送りしていきます。今日はよく晴れてお出かけを楽しめる天気となっているところがほとんどかとは思うんですが、ごく一部沖縄では雨が降っていたり、また宮崎など九州地方では雨が心配されるところもありますので、本当に一部なんですけれどもね、帰り道の雨の情報もご確認いただければと思います。まあ、少しねこう喉を心配されている声いただきまして、もう大変申し訳ございません。声張らないでいいよというふうに、ね、テンション上げすぎないように今日も気をつけたいなと思います。ちょっとねクロストークもできずに申し訳ございません。山岸さん、多分クロストークでテンション上がっちゃうと思うのでって言われて、いやじゃあみーちゃんと話してテンションが上がらない人なんていないでしょう。みーちゃんと話したらテンション上がっちゃうのでね、はい、ちょっと今日はクロストークお休みさせていただきました。申し訳ございません。ここから元気いっぱいお届けしていきたいと思いますので、皆さんもね、まあ、昼と夜との気温の変化が非常に大きい時期となっております。今日暑いくらいに感じたところも、帰り道はぜひ羽織るものなどで体感温度の調節を行っていただければと思います。さて今日はそんなお天気の情報もたくさんお届けしていきたいと思うんですが、よく晴れているということで、昨日今日と花火大会が行われるところというのもあちこちであるみたいなんですよね。昨日は鹿島市花火大会が行われました。皆さんどうでしょうか、見てくださったでしょうか。私も昨日は帰って急いで寝て、ちょっと目を覗ました隙に配信を覗き、その後すぐ寝てっていう、ちょっとだけ見てから休んだんですけれども、美しい花火とキャスターと見る配信に癒されました。あ、みーちゃんとゆいちゃんが、あ、このシーン見たな、終わりの方か。このね、いろいろ食べ物が出てきてましたね。昨日は大きな大きな花火が上がっていて、なんといってもこの鳥居とのコラボすごくないですか。こんなスペシャルな場所で楽しめる花火大会あるんだと。私もですね、昨年の花火配信が始まってからいろいろ花火配信を通して見ているんですけど、いろんな工夫がされている花火大会があるんですね。ハートの花火綺麗でしたとコメントいただいて、あ、ここ見たな、このもち巾着じゃなくてちくわぶの表現、ぬちゃぬちゃもちみたいな。今だったら確かにあったかいものを食べながら花火を楽しむっていうのもいいかもしれません。夜は結構冷えますからね。わあ、綺麗な花火が次々に上がっています。私だったらちくわぶを選びますね。あー、テンション上がってたのかと。テンション上がるくらい綺麗な花火ですよね。すごいな。どっちのポヨンだ。あ、昨日のアーカイブを今ご覧いただいているので、コメントがごちゃ混ぜになってるかもしれません。これはカメラさんの場所がいいのか、それともなんかこう鳥居を囲んで完璧な配置じゃないですか、花火が。それはサイズなどで
なんかこういい感じに見えるよ。じゃあ見る場所によるかな。どういう計算がされてるのかっていうのが不思議ですよね。尺玉だとだいたい300メートルくらいの高さに上がるなんていうふうに言われていますけれども、なんかいろんな計算をしながらきっとバッチリ綺麗に見えるように工夫されてるんでしょうね。カメラさんの場所もベストだった。あ、私これ好きなやつだ。あ、最後かな、これは。わ、大きな大きな花火が上がってフィナーレかな。水中花火になるんですよね、ここの、上の方に半円を描くような花火っていうのが。水中花火と水上花火っていうのは少し種類が違うそうで、いろんな方式があるそうですね。花火を投げ込んだりとか、まあ、水面に斜めに打ち込んだりとか。すごいな、綺麗なフィナーレを楽しむことができました。すごい、鳥居があるだけでもう全然他の花火大会とは違う印象になりますね。すごい、月もあって完璧でした。最後の最後まで美しいですね。さて、昨日の様子はアーカイブでも残っておりますので、皆さんもぜひ見逃したという方もアーカイブで繰り返しご確認いただければと思います。花火って後からでも綺麗ですよね。現地になかなか行くのが難しいという方もウェザーニュースの YouTube チャンネルから動画をご確認いただければと思います、ね、鳥居の存在感本当に素敵なので、知らない花火大会がいっぱいあるんだろうな、ここはこれが見どころなんていうのがね。今年は本当に配信でたくさんの花火を見ることができましたので、なんかまたね、いろんな花火に出会えるといいですね。アイリン、テンション上げちゃダメよ。いや、テンション上がっちゃうんですけどね。うん。うわーとか言っちゃいけないですね。うん。黄色い声は今日禁止ということで。なんかやっぱり家で見てると、あ、最後の終わりの合図も上がりまして。これでフィナーレですよね。アイリンの調子にハラハラしちゃう。テンション上がってたら抑えてってコメントで教えていただけたら嬉しいです。もうおしゃべりしたくてしょうがない、もう話したいこといっぱいあるんですけどね。サイレントでテンション上げていきましょう。動きでね、これは別に体は本当に元気で、昨日なんか顔色悪いってコメントいただいたんですけど、顔色は本当に悪くないんです。熱も全くないですし、何でもないんですけど、喉だけちょっと乾燥かな、痛めてしまって、動きでね、なんか嬉しい時これやります。楽しい時ね、仕上がってるよ。嬉しいコメントいただいた時。皆さんこんばんは。10月13日日曜日です。時刻は20時を回りました。ここからはウェザーニュースライブムーンをお送りしていきます。この時間の担当は岡本結子です。どうぞよろしくお願いいたします。ここからは3時間生放送で最新の気象情報を中心にお伝えしていきます。今日は日曜日ですが、連休中日ということで、明日もお休みの方もねいらっしゃるかと思うんですが、皆さん連休はいかがお過ごしでしょうか。どうですかね、お出かけされている方も多いんでしょうか。でもなんか今日出社してくるとき、そんなに連休だなってほど人の多さを感じなかったんですけど、はい、人多いですか。私は感じなかったです。まあお仕事、私も特に、ね、連休っていうわけでもないですし、この3日間お仕事ですっていう方もいらっしゃると思うんですけど、いいですね、3連休あったら何するかな。でも旅行行っちゃうかもしれないです私。結構連続してお休みがあったらすぐ
予定を入れるタイプなので、なんなら2日間でも旅行行けちゃうタイプですし、3日間あったら、今だったら温泉とか行きたいですね。温泉旅行とか行きたいな。あ、回転寿司人すごかった。あ、確かに飲食店行くと、確かにファミリー層に向けたお店とかだと人多そうですよね。電車ではあんまり感じなかったんですけど、まあ、ただ明日もお休みということでね、今日も夜までお出かけされている方もいらっしゃるかなと思うんですが、今日はですね、晴れたところでは日中は気温が上がって過ごしやすくなったところも、この後はだんだんと気温下がっていきますし、特に北海道はですね、今夜から明日の朝にかけての冷え込みが厳しくなりますので、ぜひ今夜も暖かくして体調を崩さないようお気をつけください。